込み 1, 1テーマヤマト運輸深刻な人手不足ヤマト現役の社員もう30年近い今は2024年問題があって労働時間も一定以内にするよう指令も出ているだから運べない荷物も出てくるから品質が低下してお客さんからの不満も続出そしてヤマトはずっと同じ過ちを昔から繰り返している 単価を下げて運ぶ荷物を増やせば、その分業者やベースなどの仕分け作業での人件費は増加。でも単価を下げているから現役は目に見えているし、委託費を削減し、ドライバーに負荷をかける。もう上層部は人手不足を解消しようとは思っていない。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日はヤマト運輸の深刻な人手不足に関する当事者の口コミを紹介します。口コミ2。 単価を下げて法人向けの荷物を取るも人がいないので裁けない。ただ無理やり配達させるので破損が増える。多分赤字だな。値引きをしても背広組を9割リストラしなければ無理。ただでさえ高齢化でドライバーの集配能力は低下。しかし現場にだけ負担を増やして、その上労働時間の短縮。1日の集配個数の最低ノルマを課して休憩もろくに取れていない状況の中で現場は耐えている。 今に始まったことじゃないが方向性がぶれてるどころか四方八方に飛び散っている口コミ3マトの苦戦の原因は現場の人件費ではありませんタスクも責任ゼロの名前だけの管理職年収700から950万円の比率と頭数が半端なく多いのが理由です用事もないのにセンターに遊びに来て仕事の邪魔をするから生産性が悪くてどうにもなりません ドライバーや仕分け作業者が汗水垂らして稼いだ利益をブルドーザーのように潰していきます。また経営幹部も社長やその取り巻きに忖度する能力に長けた人で経験には乏しい、もしくは外部からの出稼ぎ。人件費は高いのに人に優しくない最悪の体質であり、本当に現場は苦しい思いをしています。口コミ4 黒猫マトの現役セールスドライバーです。先日移動を機に職務上のストレスがはだしくなり、睡眠障害がいよいよひどくなって精神科にかかりました。診断結果は抑うつ状態であり、11月末まで西養を要するとのことで休職。ただ、もう私には復職する気持ちはありません。後付けかもしれませんが、地方の営業所で車両停止の行政処分などの話を聞くと、ああ、 俺の判断は間違ってなかった。やめるべきだった。と、返す返す思ってしまった次第です。口コミ5。情報処理業務についているのに、走行作業従事者として荷物の作業個数で給料の評価をされています。そのため、クソミスな給料になっている現状です。ヤマト運輸に組み込まれる前に所属していたセンターのセンター長が、正社員雇用の話を上司にしていました。ただ、上司がコスト削減を盾に全部断り続けていたため、正社員雇用すらされていません。 現場作業者が上に掛け合おうとしても、会社がそもそも下の声を聞く気がない体質ですからね。今後も劣化していくだけでしょう。口コミ6。ヤマト運輸の仕分けの現場で働いている。現場の上司が部下に対して嫌がらせ的な指示を無線で出しているのをよく耳にする。全くヤマトをやったことがない人には説明が難しいけれど、繁忙期や絶望ばかり襲ってくる。伝票を見る時間なんて数秒、いや、一秒。しっかりと確認のために使える時間なんて全くない。 一瞬で住所を見て仕分けしないと終わる。繁忙期真っただ中で新人やタイミーを放り込まれても教える人も時間もないのでとにかくやれしか言わない。口コミ7タイミーでヤマトの仕分けとして働くと8000円がもらえるというキャンペーンをやっていたけど答え合わせができた。 それはヤマトも赤字になるわけだ。圧倒的に人手が足らず、絶賛組織崩壊中。あと、タイミーは、バイトの支払い賃金の30%が手数料委託の3万人を解雇して、タイムシェアの方を雇っても、ねえ。むしろタイミーって、ヤマトとか佐川が使用株主なのかサービス、そんなの今誰も求めていないよ。品質、その日に届けばいいだろう。社員、タイミーさんがいるだろう。そんな感じ。口コミ、8。 昨日初めてヤマトのベースに行ってみましたが地獄でした。いきなり説明なしにクールでの積み込みポジションをやらされ、乳製品1 0キロから1 5キロを1時間持ち上げては積み込む。どんどん荷物が来るので社員らしき男性にせかされ、この時点で腰を痛め、寒い冷蔵庫内なのに汗だく。その後は常温コースで3 0キロのお米やゴルフバッグもあり、誰かに頼みたくても人がおらず頼めない状況でした。 正直、女性にここまでやらせるのかって感じの作業でしたね。4時間の作業でしたが、トイレも水分補給する時間もなし。二度と行きたくないので、タイミーでは山ト運輸をミュート設定にしました。口コミ、9。配送トラックにオートマ、マニュアルの違いがあります。ただ、当日運転可能なドライバーとの事前の打ち合わせが取られていません。だから、仕分けた後のトラックチェンジが結構な頻度で起こります。 オートマだけのドライバーはマニュアル負荷ですから、故にドライバーだけチェンジということができません。このため仕分けにかかった30分から1時間分の作業が全部パーになります。こんなトローをさせて人手不足を嘆いているんだから乾いた笑いしか出てきませんよ。口コミ10ヤマトのドライバー、再配達を減らすために置き配を始めたけど、個人的にはすごくいい取り組みだと思った。でもその後すぐに運送機の値下げの報道を見て一気に理解不能に陥った。 職場環境を良くするためのコストを値下げして出すことなんてできるはずがない。ドライバーを確保するためには賃上げが必要だし、縮小していくパイを身を削って奪い合っている場合じゃない。熱中症対策もろくにできずにやったことは温度計の撤去。創業者も今のマトを見たら草葉の陰でなくそう。口コミ11 ヤマトドライバーですが、毎日さばききれないくらいの荷物が届いています。会社の経営陣からすると売れる事態かもしれないですが、正直現場としては、佐川さんにもっと取ってもらいたいです。配達物量は配達エリアにもよりますけども、住宅エリアで250個、超過疎地のコースで150個くらい。もちろん昔に比べれば、置き換え指定をしてくれるお客様も増えたので、多少は楽にはなりました。 ただ、絶対数が増えてしまっているのと、お客様の要望が多くなり、きついことには変わりありません。口コミ、12。ヤマトのドライバーです。物流業界だと、うちや佐川などの大手が率先して値上げして、賃金に反映させるべきでした。ただ、ヤマトはこの状況で最悪の値下げを断行しました。これこそ業界を考えていない最悪の経営です。株価も年初の2700円から、今は1600円まで下落。株主の怒りも当たり前。 とにかく人手が不足している定着しないから、ドライバーの賃上げ確保のためには利益が不可欠、社会に必要な仕事なんだから価格を上げてほしいです。口コミ13、今はまだまともな人もそこそこいるヤマト運輸、ただ給与水準の低下や福利厚生見直し、ローン審査地の会社評価が低下したら。 まともな人から順にどんどん辞めていく。今の主張になってから、ゲスオペ2名、アシスト2名、セールスドライバー1名が辞め、うつで休職1名。人事考察評価をいじりまくって、お気に入り以外全員昇給なし。こんなんでいいの、ヤマト運輸さん。しかもこれ、イビリッとかいじめとかじゃなく、ヤマト運輸の平常運転なんですよ。口コミ14。元セールスドライバーです。朝の積み込みも間に合わないのに、8時出勤にされ、体操と朝礼をやって上司がだらだら話を始めて、 それにもかかわらず30分で出庫しろとか、積み込みの遅いドライバーは怒鳴られていましたよ。荷物があっても残して13時までには戻って、昼休憩は1時間取れ、と言って端末回収もされた。黒猫メイトが休みだとメール便を200冊、300冊持たされ、宅急便配達が終わって夜な夜な配らされたり、もうめちゃくちゃな会社でしたね。口コミ15。 私の父と夫が大和運輸で働いていますが、父は今年で定年退職する予定です。相当無理をしてきたようで、特に腰の調子が悪いみたい。 ただ、金属年数35年で300万円ほどしか退職金は出ません。なので、財形年金や確定拠出年金、ライフプラン年金、持ち株、ユニオン共済年金、財形貯蓄をやっています。うちの夫にも全て加入させていて、さらに積立 NISA にもちょっと前に加入しました。ヤマトは退職金はかなり少ない方なので、今のうちから色々やった方がいいと思います。口コミ16 センター集約なんてやるから余計にコストがかかっている。ずっと地域密着型をやってきたことで今のヤマトがあるのにセンターを畳んで集約して。この先ヤマトはどうなるのか本当に予測できない。人員整理、拠点集約、集会エリアも集約。一セールスドライバーあたりの業務量は爆上がりしている。まるで指揮命令系統が狂ってきた太平洋戦争末期の大日本帝国陸軍みたい。現場を知らない人が上にいる。 この点がサガーとは違う。サガーの上は現場を知っている。口コミ17。サガーでドライバーをしていました。サガーの利益率が高いのは、一人当たりの配達件数が人間の限界レベルまでやらせる鬼畜っぷりだからですよ。同じエリアのヤマトの配送員は人数が多くて、羨ましいなぁといつも思っていました。ちなみに今はカンガルー性能運輸で働いています。今年の中途採用が昨年の1.5倍となりました。ほとんどがヤマトの配達員で、ヤマトはもうスカスカでは。 うちはゲテモノが多いですが、新規獲得のインセンティブが大きいので、頑張り次第で年収600万円は楽勝です。拘束時間は1日の半分以上だけど、やりがいはあります。口コミ18 輸送コストについては、佐川、大和両方で容車をしたことがあるのでわかります。佐川は大型車の荷台に天井まで手積みでギッチギチ。対して大和は行き先ごとに区切られたカゴに分けて積み込みをするので、1台で運べる量が全然違います。佐川のトラック満載の荷物を大和が運ぼうとしたら、同じサイズのトラックが少なくとも2、3台は必要です。もちろん、砂漠くスピードは大和の方が速いです。その分、台数が多くなるので、輸送コストが大きくなります。 いかに下請けを安く買い叩いたとしても、ヤマトの手法では利益は出ません。口コミ19。ヤマトの委託をやっていました。 一番ひどいのはクール専用部隊という意味のわからない部隊を2023年にやったことです。ここから決定的におかしい環境になったと感じていますね。そして委託に対しては物としてしか扱わない風潮なので、佐川の方が委託会社からの印象は良いです。現在はアマゾンの配達をやっていますが、アマゾンは人を人として接してくれます。ヤマトで働いていたから余計に感じますね。人を人として扱わない会社は人手不足で苦しむでしょう。口コミ20 これで最後です。もう目先の金しか見えていない倒産寸前の会社みたい。ポスト投函事業を撤退すると思ったら、コネコビン420。もう何が何だかわからない。そもそも協業相手の日本郵便の商材をパクって、さらにダンピングとか道徳的に失笑するしかない。 もう来年あたりアマゾンに完全に買収されそう。そもそも元アマゾン副社長のカズマ氏が専務になってからいろいろ狂い始めたんだよ。ヤマトの現場を知らない人が経営判断する上層部の役職につくべきじゃないよ。やっぱ。以上がヤマト運輸の深刻な人手不足に関する当事者の口コミでした。皆さん、どう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。